フッティポン・アッサラ・タナ君はビューキンの愛称で知られるタイの俳優、歌手。マイ・アンビュランスのタオやアイ・トールド・サン・セット・アバウト・ユーの手を演じたことで知られている。1999年10月8日にタイのバンコクでパナット・アッサラ・タナ君とピンポーン・アッサラ・タナ君の三人兄弟の末っ子として生まれた。血液型は B 型。一番上の子供は タニスアッサラッタナ君で2番目の子供はピーラパー・アッサラッタナ君とディズニーのキャラクターから愛称が名付けられている。ビューキンも当初の愛称はいいようであったが後にビルにさらにその後4歳の兄がビューキンと呼んだことからその名が採用された。セントガブリエル校を卒業。タンマサーと大学経営部でマーケティングを専攻している。サッカーが得意でクォーターバックとゴールキーパーを 担当した。ナダオバンコクの下で芸能界入りした。コマーシャルや映画、シアン・ライヤック・ウィニアンなどのドラマに俳優として出演している。2019年には、マイ・アンビュランスに中華を役を演じたクリッド、アンム・アイ・デー・チャコーンと共に出演し、タオ先生役を演じたことで人気を博した。2019年10月に、同テレビシリーズが終了したことに伴い、ビウキンと PP が、 主演俳優として出演するテレビシリーズを制作する計画が立てられた。BKPP The シリーズという課題のこのプロジェクトは2020年2月に発表され、2020年7月に公開される予定であったが、新型コロナウイルス感染症の流行により政府からの規制で延期され、最終的に2020年10月に I told the sunset about you というタイトルで、 発表された。俳優業と並行してマイアンビュランスの公式サウンドトラックユーアーマイエブリシングを歌い歌手としても活動している。また、グッドデーによるオンラインショーラブミッションで司会も務めている。ありがとうございます。